アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。真摯に向き合わないと結果としてやっぱり返ってくるんで、恋人みたいなもんですよね。はい、死ぬまで格闘技自分ではやりたいなと思ってますけどね。スピードマスター山本正弘37歳。2002年にプロデビュー。突出したスピードテクニックで国内外のタイトルを総なめにし、60キロ級最強と言われた山本。しかし新世 K1 旗揚げ以降は新世代の選手たちに苦戦を強いられ、ここまで実に4連敗。長崎出身の山本が九州大会で輝きを取り戻すのか。ちょっと過去とかいろいろ見直したりとかしてじゃなく、ちょっと先を見ていかないとなと思って、年のせいにせず、その年に上がらってこそなんか良さが生まれるというか、しっかり結果も残して自分の発言もしっかりしていきたいなと思いますね。対するは気合バリバリなこの男。自分の地元が北九州なんで、北九州はもうヤンキー、そしてまあギャルが好きっていうことで、はい。遅れてきたルーキー悟成合。 K1 の頂を目指して3年前、28歳にして上京。僕が東京に行く前にやっぱ周りの仲いい人たちに東京でやっぱ勝負したいって言って、で僕のことを信じてくれてる人は、悟るなら東京で勝負した方がいいって言ってもらったりしてたんで、みんなにやっぱ頑張ってる姿を見せたかったんで、はい、熱く激しい北九州魂を胸に、誰が相手でも真っ向勝負を繰り広げ、勝った試合は全て KO の激闘派ファイター。地元福岡でレジェンド相手に剛腕炸裂なるか。本当に上手くて強くてスピードも速くて、ベテランだなと、まあでももうそろそろ引退じゃないかなと思ってるんで、僕のバチバチに打ち合ってくれないんだったら、まあ、僕もちょっとそろそろテクニックの勝負だとか見せながら、もうしっかりと仕留めて、まあ、一番会場を盛り上げる試合をして勝ちます、はい、福岡だけに限らず九州にも強い選手はいっぱいいるんで、地元の僕が北九魂をしっかり見せて、本当格闘技全体的にやっぱ盛り上げたいなっていう。やっぱそうやって夢を追ってじゃないですけど、九州でもから出てきたっていうのは自分も全く同じなので、そういったところはすごいリスペクトする部分ではありますね。やっぱ殴り合いですけど憎しみとかは全くないんで、自分がやりたいようにやってるだけであって、もっともっとより完成させたものをうまく表現できたらなと思います。スーパーファイト K1 スーパーフェザー級山本正弘 VS 悟成合。